どうも、小林の嫁、小林香菜です。今日はオリジナル T シャツを着て投げていきたいと思います。頑張るぞ。しかもまた玉が抜けちゃった。緩いかもしれない。斜めに行っちゃった。やばい。
あーちょっとやばいよ、やばすぎる。やばい、ストライクとね、ミスの差が激しい。59でした。カバーできなかった割にはストライクが5回出たので、ちょっと救われたかなって感じ。ただ今日のストライクはね、まぐれっぽい、狙って取れたって感じじゃないですね。はい、初めてね、玉のクリーニングに出したんですけど、めっちゃツルツルピカピカになって帰ってきました。輝きがやばい、めっちゃ光ってる。これ、ライオンのやつです。よいしょ。ん？輝きやばくないですか？ただ投げるのもったいない。はい。はい、2ゲーム目も投げていきたいと思います。クリーニングにね、出した球をね、投げてみたい気もするんだけど、なんかもったいなくて投げるの躊躇しちゃったけど、投げ心地変わってるのか気になりますよね。どうなんだろう、投げてみようかな。はい、ちょっとクリーニングして綺麗になった球で投げてみます。投げ心地変わるかな。
ダメだった。意外と距離
りありました、たまと。たまとチキンとピーマン。残ってんの3本なんですけど、カウントが6になってたから4本残ってることになってるはず。今日ちょっと調子悪いかもね。さっきも違ったし。全然できてないんですけど頑張ります。59でした。1ゲーム目とあんまり変わらんかな、はあ、でもなんか雨が150超えてくるようになったのでよかったです。カバーもうちょっと取れたらねすごいいい感じだと思います。はい、今日もね2ゲームお付き合いいただきありがとうございます。オリジナル T シャツでテンションを上げながらね投げてみました。最近アベレージ150超えるようになってきたのでちょっと嬉しいなって自分的には思ってます。ノーミスがね出せるように頑張りたいんですけど、ちょっとね2ゲーム投げるのが今は精一杯です。なので一投一投ね数投げられない分丁寧に投げて練習していかないといけないなとは思ってます。
はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。いいねと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。